いいっすね。いいね。叩きたい人ですね、うん、どちらかというと、まあ、スイングワークで打つよりはこうテンポが速くて叩いて打っちゃう人、そういう人にいたんですよ。僕ね、元調子は合わないから、まあエボリューション3は良かったんですけど、これならいけそうです。変えてもいいかもしれない。こう今60グラムですけど、さっき40と50も打たせていただいて、ちょっと結構こう柔らかいしなるような感じですけど、それでも結構なんかしっかりしてて、で僕結構左に行くのが嫌なんで、それでも結構ちょっと変な当たりしてもそんなに左に引っかかってくれないんで、結構こう上がりやすいヘッドでもボールがそんなに吹き上がらないようなちょっと強い球が出るんで。そうですね、こんだけ球高く上がってて吹けないですか。そうですね、結構まっすぐにいってくれるんで。すごくしなりが感じやすい、中から手元のしなりが、うん、だから今までのエボリューションになかったなっていう。には好きだったんですけど、ちょっとなんかピンピンしてるというかハードだったんで、もうちょっと中から手元がしなるのが出るといいなと思ったら、ちょうどドンピシャですね。一番これが扱いやすい感じはします。まあ、球筋の、まあ、コントロールじゃないですけど、はい、左右の打ち分けが一番しやすいなっていう。もうこのまま使ってもいいぐらいの、はい、今もう3球って全部真ん中っていう感じだったんで、はい、そうですね、はい、だいぶすごいいいですよね、はい。わグッ。我々みたいなこう非力な人間、まあ、ヘッドスピードだろ40あるかないくらいの人間にはエボ3が良かったんですけど、でも意外とこれエボ3よりもフィーリングよくフッと振った時にヘッドがそのようにこう一緒についてきてくれるというイメージがすごく強い。もう一つ打ちます。オッケー。いい球ですね。いいね、気に入った早速僕をさっきつけながら